どうも皆さんこんにちは、藤木浩です。今回はですね、見ての通りね、はい、ビバさんと、はい、二人でね、とあるお店に来ております。はい、ちょっとじゃあ自己紹介よろしいですか。はい、どうも、デンドロパーク東京原宿店店長、古翔です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでね、デンドロの原宿店がね、新たに、まあでもこれプレオープンの段階です。はい、本日はあのプレオープンで、あの YouTuber さんですが、業者様をお招きしての、はい、オープンとなります。で、明日12月3日からですね、はい、本オープンとなります。ということでね、めちゃくちゃおしゃれな店内なんで、ちょっとぐるーっと見て、ションタムにちょっとおすすめの世帯何店かちょっとね、紹介していただいて、はい、よろしいでしょうか。ぜひよろしくお願いします。じゃあね、はい、意外とビバさんが興奮してそうな世帯が多いですよね。確かにね。そうですね、僕は結構さっきから何回かそうですね、あんまりピコさんがあんまりちょっと僕じゃ分かんなかったんで、はい、ビバさんにいろいろ聞きながら、あ、そうなんやっていうのは。どっちかっていうと多分あれですよね、はい、よくあのライブ配信でお話されてますけど、はい、アニピコの方がテンション上がるメンツですよね。アニピコも明日来るみたいなんで。あ、本当ですか。ちょっと相手しちゃってください。ということで、じゃあ早速見ていただきましょう。はい、はい、じゃあどうぞ。どうぞ。はい、ということでね、お店の前にはオープン祝いのお花がたくさん来ておりました。でね、このおしゃれな看板を抜けてね、この白いドアを入った先に、はい、こんな感じでね、何ですかこのおしゃれ空間は。はい、この映画エイリアンのね、宇宙船の中みたいな近未来的でね、このブルーの優しい LED の光と、このね、ブリーダーズラックに並んだ生態たち、圧巻ですね。でこの床もね、カラフルな感じで原宿をイメージしたというね、もうとにかく360度全部おしゃれでした。はい、じゃあちょっとションタムのね、一押しを 何点か紹介していただこうかなっていう。そうですね、まあ、結構今回カーペットパイソンが、まあ、結構、まあ、メインとなるような、まあ、生態ラインナップ、はい、あ、マネージャーの慎太郎さんもいいですか。じゃあ慎太郎さんも一緒に紹介していただいて。はい、じゃあ僕一匹、慎太郎さん一匹でちょっと付き合う。お、攻めの子出しましょう。いいですね。先行お願いします。はい、先行。じゃあションタムから。そうですね。じゃあ私が一匹出すなら、ちょっと今回はね、うん、いろんな、まあ、派手めな子も多いんですけど、うん、やっぱりね、うん、こいつは際物だと思います。ちょっとだけ、やっぱこれ系は絡まるねんな。絡まります、ね。あ、ちょっとこれであれな。こうなんですよ。ほんまやな。すいません、ね。あるあるなのかこの辺は。お、すいません、お待たせしました。はい。じゃこの子はちなみに、これですね、ジャングルカーペットパイソンになりますね。うん、ジャングルカーペットパイソン、まあ、結構カーペットパイソンといえばっていう品種にはなるんですけど、うん、まあ、このカーペットパイソンといえばの品種の中でやっぱりクオリティの差がすごい激しいんですよね、うん、はいはいはい、その中でもこの子の黒をすごい見てほしいんですよね。はいはい、めちゃくちゃ濃いですね。めちゃめちゃ濃いんですよ。要はスイカに塩をかけたら甘くなるみたいな成分じゃないですけど、うんうん、カーペットパイソンの黄色の美しさっていうのはこの黒が一番物語るんですよね。なるほどね、はい、じゃあこの黒がパキッとしてればしてるほど黄色の良さも引き立つ。そういうことなんですよね。あ、もうなんでジャングルカーペットパイソン、黄色がすごい明るい子を飼いたいですってみんな思うんですけど、はい、あ、でしたらまず黒をよく見ていただきたいなっていうのはあります。あ、この黒が濃くないと黄色の美しさは絶対に出ないんで。なるほど。この子は成長するとどういった色合いになるんですか。色合いはですね、もっとね、この黄色と黒の色合いもっと濃くなってくると思います。全体的にまだ全然力発揮できてないんですよ。これでも十分黒いけどな。いやいやいや、もっと黒くなるん で体の大きさが上がっていけば上がっていくほど、そのより美しい黒、そして黄色を発色してくれるん でこの子はね、面白いことにね、首からちょっと下までがストライプ模様になってるんですよね。ああ、なるほど。でここでちょっと一回模様が切り替わってるんですね。こういうところがね、このジャングルカーペットのこれ個体差なんですよ。なんで遺伝性は特にないんですけど。なるほど。じゃあオンリーワンの楽しみ、ね、そうですね。やっぱりこのジャングルカーペットパイソン、一応ストライプというネーミングで入ってきてまして、うんうんうん、このジャングルカーペットパイソンはめちゃめちゃいいジャングル、一押しの一匹、はい、一押しの一匹になります。ありがとうございます。はい、じゃあ続いて慎太郎さんの、あ、じゃあ高校の僕は、はいはい、何でしょうかこの子は。この子はダイヤジャングルブラック&ホワイトのゼブラですね。この子あれですよね、ポスターになってた子ですよね。そう、あのデンドロパークのポスター、はい、あの雑誌なんかとかでも、うん、あの表紙とかも出てるんですけど、はい、その個体が満を持して今回東京店の
ックオフに合わせてリリースということで。いやこの子めちゃめちゃ綺麗ですよね。めちゃくちゃ綺麗ですね。僕、まあ、いろんなカーペットパイソンのキャリアの中で見てきましたけど、はい、まあ、その古代のポテンシャル含めて、はい、まあ、最高ですね。あ、慎太郎さんでもそんなうなるぐらいのレベルのやつなんですか。そうですね、やっぱモルフの凄さ、金額の凄さ、いろんな生き物いますけど、うん、やっぱこの個体はね、まあ、個体差っていうところの中で、まあ、最高の一匹じゃないかな、うん、こいつはでも本当に分かりやすくめちゃくちゃかっこいいですもんね。誰が見てもですよね。僕も正直いろいろあんまカーペットバイソン詳しくないですけど、こいつのかっこよさはやっぱ素人目にも分かりますもんね。そうで、まあアザンティックとはまた違ったこのモノトーンな感じ、うん、しかもこの目もシルバーでまたかっこいいですよね。かっこいいですよね。全然顔つけた。この子は成長していくとどんな感じの色合いに変化していくんですか。まあ、こんな感じでだんだんやっぱモノトーンになってきてますね。よりモノトーンにこうなってきてます。よりモノトーンになってってるんですか。やっぱ尻尾の方とかちょっと黄身が若干残ってたんですけど、だんだん抜けてきましたね、はい、まあ、そういう意味でも今、まあ、最高にこう美しい時期というか、はい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 。でもまだこれから変化も楽しめる一匹ってことなんですね。まあ、完全にモノトーンになってそれがかっこいいのか、このちょっと暖色気味たオフホワイトがかっこいいのか、まあ、そういった変化もこう見ていけるような。でヘッドスタンプの形から体のフォルム、うん、でこの個体は1年ほど、まあ、デンドロパークで溶けてるのためにストックしたんですけど、はい、まあ、こう体の体つきのフォルム、太りすぎず細すぎず、もうその辺のクオリティもかなりのものに仕上がったんじゃないかなと思います。全てにおいて今一番いい状態、一番そうですね。へー、こちらが色だけでなく、こう体格なんかとかも最高の仕上がりになってます。状態もバッチリですもんね。バッチバッチです。これは慎太郎さんの秘蔵のおすすめ一匹。はいはい。あ、もうやばいっしょ。うわー、ほんまやな。へえ。こんなの、このなんか模様もちょっとまがまがしさもありますもんね。まがましいんすよ。でも顔はしかも超大人しいっていう。ああ、しかも確かにめちゃくちゃハンドリングできてますもんね。1億万点のこれで粗い子多いんですけど、これでベタ慣れっていう。ペットのスネークとしても優秀な一匹ですね。最高です。もう多分火の打ち所なしだと思います。ぜひ皆さん、慎太郎さんの方が荒そうですもん。慎太郎さんめちゃくちゃ大人しいから。最後可愛かったですね。はい、はい、慎太郎さんの一匹でした。ぜひ見に来てください。よろしくお願いします。ブラッドがいいのか。青じたもいるもんな。シルエットいるの。カーペットパイソン以外にもいろんな生態たくさんいたんですけど、中でもこの子、こちらヒョウモントカゲモドキのレッドブリックというモルフなんですけど、この赤すごいでしょ。これね、加工なしでこの色ですからね。もう正直ずっとね、やったなこれ、塗ってるやろこれってね、言うぐらいね、もう真っ赤っかでした。続いて人気の西アフリカトカゲモドキもたくさんのモルフがいました。この子ね、グミみたいな感じでね、めちゃくちゃ可愛かったです。西アフもね、お求めやすい価格からハイエンドなものまで、はい、よりどり緑でね、めちゃくちゃ選びたい放題でした。続いてボールパイソンもたくさんのモルフがいました。この子ね、柄めちゃくちゃ可愛かったです。はい、ということでね、今回紹介したのは本当にごく一部なので、気になる方はね、ぜひデンドロパーク東京原宿店に直接遊びに行ってみてはいかがでしょうか。それでは本日の動画はここまでになります。もしこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録お願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。